皆さんどうも、スキマスイッチボーカル、わしたかやです。この度ですね、まさるさん、ビギンのまさるさんに、僕も楽曲を提供させていただきました。まさるさんのソロアルバム、記念すべきソロアルバムの、その中の一曲になれたことが非常に光栄です。まさるさんとはですね、もう随分昔、長いお付き合いで、本当に、まさるさんに可愛がっていただいてるんですけれども、最初は何度もお会いするんですけど、連絡先もなかなか交換しないまま、たまたま会って、ああ、まさるさんとかっていう関係だったんですけど、それがいつしか、よし、ここでちゃんと連絡先を交換しようとかっていう話になりまして、でそっからはですね、僕、東京にいて、まさるさん、東京に来られた時なんかはいつも連絡いただいたりして、一緒に、ご飯食べたりお酒飲んだりさせていただいております。でその縁もありまして、今回、貝殻の歌という、楽曲をですね提供させていただきました。僕はピアノのねちょっとこうゆったりとしたバラード風に作ったんですけれども、どんな風になってくるのかなって、でアレンジはまさるさんにお任せしますということを言ってたので、たくや絶対いい感じするから楽しみしててねって言われてて、で届きまして聞きました。そしたらレゲエ調になってました。でもね、これがなんかね、まさるさんの歌とね、相まってすごくいいなと思って、僕にはなかった発想だったんですけど、あ、なんかちょっとこう、違うその歌詞の内容もですね、なんか僕が思っていたよりも、さらにこう膨らんで、いい感じに仕上がった、じゃないかなと思いますので、非常に、僕も出来上がりに関して、嬉しく思っております。はい、ということで、ぜひまさるさん、これをライブで歌うときには、僕も見に行かせていただいて、これ生で聞きたいです。まさるさんともね、やり取りしまして、すごくいい感じでしたってメールをさせていただきましたけど、でまさるさんも、たくやの歌頑張って歌ったよって言ってくださって、なんかそういうやり取りも非常に嬉しかったですし、ぜひぜひ、ライブで演奏されるときにはですね、一声をかけていただいて、僕も遊びに行かせてください。はい、ということで、皆さん、貝殻の歌も含め、まさるさんのアルバム、ぜひ皆さん聴いてみてください。はい、ということで、スキマスイッチボーカル、大橋貴也でした。